ということで、あの九人門限厳守っていうか門限というか鍵がかかるんだね、ということなので、タワーゴジラで今43度ですね。米沢住民のフィールファイン TV 東鳴子温泉食堂船長さんからね、 3.1キロか、何らかの快適な手段で、移動させていただきまして、こちら鳴子温泉郷一番東にある川旅温泉の高藤旅館さん、こちら初、宿泊ということでね、お世話になりたいと思います。はい、ご主人から説明を受けました。ご主人もでもだいぶ米沢15年ぐらい前にね、あの立ち寄りさせていたの、夢ぐりシールだけで立ち寄りできたんですけど、今もそれもできないんですけどね、あのだいぶもうおとしめされたっていうね感じですけど、でもあの言葉は格尺とされててね、本当ありがたい限りです。で、まあ、お泊まり始めたのでね、詳しく説明させていただきました。まあね、冷蔵庫とかテレビとか、あとエアコンもねちゃんとここにあるやつですね。はい、で布団はもちろんセルフという感じです。そして、こっち自炊棟なんですけど、これマニュアル的にね残しておきたいと思います。トイレは男女共用です。で、こちらがね、鉄、あのスチール缶と、瓶はここ、アルミ缶ここ、そしてペットボトルは袋の中に本体、キャップはここということになってますね。それからあとここはねキッチンになってまして、共用のね、オーブントースターと炊飯器がいっぱいあります。でこれが包丁で、すいません、こちらにね夜間フライパン、あ、文化鍋ですね、あの米炊く文化鍋、米炊きから全部あのこのあのね一つの器でできる文化鍋、まあいろいろこういうのがありまして、でガス使う時の注意としては、換気扇回してつけて、あと元栓を閉めるまでこの場を離れないというね、そういうルールでございます。であの生ゴミはここで、そして、燃えるゴミはここに集めるというね、このように3箇所の、ゴミ捨て体制になっているというね、そういうことでございます。さあさすがに暑いので、ね、ちょっと冷房つけて涼みましょうかね。その後でね温泉の紹介に参ります。はい、この簡易な棚でね、仕切られた婦人風呂でございます。さあ、ということで入りましょう。撮影禁止のどこにもない。はい、というわけでね、この寝るの普通の浴槽と両方あるんだよね、これね。はい、ということでね、はい、これが普通の湯ね。そしてこちらがね、ちょっとこれ、これ寝る広い、これ、婦人の特権なんだよ。さあ、というわけでね、椅子もあったりしますね。要はどうせ暑い。あ、でも歯を食い縛って15年前で貸し切り風呂入ったら45度だったからね。あー、でも暑いね、やっぱり当たり前だけど暑いね。あー、そしてこの川旅の硫化水素イオンのこの緑色、そして硫黄臭、上品な純硫黄臭になりましょう。あー、43度今日ですね。はい、43度今日、こんだけしかかけ流してないのに43度今日ってすごいですよね、本当に。ということで、はい、あ、そんなないね、43度だね、使ってしまえば43度ですね。はい、もうちょろ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 かけ流しですけど、あー気持ちがいい。あー、夏に43度ちょうどいいかもしれないね。はい、そんな感じですよ。一旦使いましょう。はい、ご覧の通りね、カルシウム摂取水ですね、少しあるわ。はい、こちらを出まして湯の方に行きましょう。あ、あとね、これね、これも婦人特権で、ここだけカランはあるんで、カランというかシャワーはあるんですけどね、あの石鹸とかシャンプーはございます。こっちは
あ、こっちも缶詰ですね。こっちが42リットルの缶詰。こっちは、20。ね。ちょろちょろ焦げ残されてるのにね。41度ぐらいですよ、これ。やばいわ。これはいい。よいしょ。ネギュー。ネギュー。よいしょ。いただいた。寝ちゃいそうですね。さあちょっとランタンしてみましょう。熱いよね。いや熱いよ。42度今日あるんじゃないですかね。これこっち41度だからだいぶ下がりますね。これよいしょ。まあ相当なるのと思うよこれね。まあ当たり前に来るのは当たり前。そして左上ね、ちゃんとこの蛇口が硫化水素で黒くなってるね。お約束の OK ですね。こっちは42度。であれですね、あの綿状油灰、大きめの綿状油灰だな。スポンジだけこう沈殿してる感じですか。はい、そんな感じです。43度弱あるこれ。これシリーズならいいですね。はい、湯でした。というわけでね、1階のこちらに、まあ、湯でした。でも15分しか使ってないですけど、トータルでね、こちらの方で、ね、このようにね、ダマ室がねできておりますということです。いやー、湯あたりすごいね。あとあの香りね、かんだけ忘れてました。硫黄臭足すぎかんだけですね。汗だくである。はい、再び不審から来てますね。貸し切り入ろうとしたらね、返却バンダイが入りませんでした。また年配さんの縁問題のね、タイムアウトのやつやったけどダメだ。どうやってもタイムアウト解消できない。くしゃし、これでも他の問題に進んでいくのかね。これも必要に100点まで頑張るのかだけど、100点にね行く道筋が全く見当たらないんだよな。まあなんとも言えないですけど、はい。でちょっとね、今湯温下がってる。こちら42度です。42度強化ですね。で湯の方見てみたけどね、普通に42度強だったんで、こっちの方で湯温でいくらかな。はい、もう少し使ったら、焼肉に行きましょう。いや、まあしんどいっすわ。おー、2.5 キロ歩くのに35分ぐらいかな、かかりましたね。いや、ちょっと今楽になったんだけど、もう痛いわ。よく痛いのに35分で 2.5 キロ歩けたなって気づもありますけど、体に確実に良くないだろうっていうね、話ですね。温泉入りに来て体壊してるじゃしょうがないんですけど、それもまた人生です。というわけで、川旅温泉高藤旅館さんから徒歩 2.5 キロ東鳴子温泉焼肉発丁で、今宵も東さんの相手をしなければいけません。それかいな。はい、いいんです。いてててて、て痛い、しんどい。いやー、きつの。あら、すいません。あ、でも生を最初にいただけたので大変ありがたいです。いただきましょう。命の水だ。それはウイスキー。うまい。はい、目の前にダイヤメの一升瓶ボトルキープしかなくて、どうなっとるんじゃって話だったんですけどね。まあマスター曰く、だってジン君が何も出せないからまだ出さないでいいってことかなって、
マスターが業務指示出しゃいたけでしょうかって話で、その前にマスターが自ら動いて火をつけてくださいまして、あとねお手元とあと種もくださいまして、さらに特別に取り持ちしよう。何がどう特別なのかってオーダーしたものが出てくるのは当たり前じゃないかなんですけど、お客さん優先で、ね、腐れ条例を後回しているですけどね、ちょっと隙間時間にマスターが切ってくれました。鶏もつ塩、昨日鶏もつね、タレ食べてめちゃめちゃ美味しかったんですけど、まあ原点は塩だったので、今日あれですね、ハツが大きめですね。はい、ということで焼いていきましょう。昨日終わった豆腐はどこに行ったんだ、というかまだ鉄板温まってなかった、失敗。はい、改めて顔出しずつつきますね。テカテカの鶏レバー、鶏ハツですね。じゃあ、そろそろ。はい。そうだな、石巻の人やってんだな。うん。絶妙なギリギリの火通しで、はいはい、ちゃんと中まで火が通ってます。けどクリーミー、最高ですね。はい、じゃあこれハツだ。はい、もう一回レバー。ね、あとあのハツちゃんもこれハツちゃんですね。ハツちゃん、ハツちゃん、油いっぱい、油いっぱい。ああ。大丈夫ですか？ハスちゃんもいい感じで痩せましたよ。ハスちゃん、それも食べましょうか。うん。昨日タレで感動しましたけど、塩も感動するね。まあ、つまり、もう何で食べても感動するみたいな。腹減ってれば美味しいっていう。いや、そういう問題じゃない。腹減ってますけどね。よいしょ。昨日今日と改めてレバーの方が美味しい感じがありますね。すごいですね。はい、今日も今日とて、ダイヤメ一升瓶ボトルですね。はい、これちょっとね、水でちょっと割って香りが立つライチ。辛いの好きなんですか？辛いの好きなんですか？このぐらいの割だと飲んでもライチの香りが残りますね。すごいな。さすがです。さあ、今、仙台ご出身の菅原秀信さんの話をね、マスターとしていたっていう、ね、やばい話なんですけど、まあ、それはそれとして、こちら塩ホルモン、マスターにあのオーダーねバラバラに行ってしまって本当申し訳なかったんですけど、マスターに散々なじられながらちゃんとマスター切ってくれる、ありがたいですね。塩ホルモン、そしてちゃんと今日も切りはちゃんとしてるかな。あ、してそうですね。何失礼なこと言ってるんだって話ですけど、10年ぐらい前はね、15回に1回ぐらい切りが甘かったことなんで。まだいいよ、切ってくから。たまに切ってねえ時あんだから。まだいいよ。その15回に1回ぐらいが切ってなかったって昔は。今な、心持ち昔より小ちゃめに切ってる気がしなくはないですか。だってでけえって言われるからね。いずれさんだけですよ。そうなんです。それはすいませんね。はい。さあ、テカテカの塩ホルモンが焼けましたよ。そうなんですね。ありがとうございます。で、その時初めて会ったんですよ。あ、なるほどね。会うことないですよ、うん、相変わらず美味しい、この塩ホルモン。脂がほとばしる、美味しい。そして噛めば噛むほど脂がほとばしる。ごめん、そういうことしか言ってない。無限ループ違う、松尾最近何を言ってんだ。さあ、なんか左の手前、じゃあ右の手前はね、私がお願いして出してもらった。やってなかったな。はい、何でしょう。はい、あ、なんかまた来た。あ、子供ピーマン、ありがとうございます。子供ピーマンと、あとね、アスパラガスのね、若いやつが来ておりまして、その他にイエロー唐辛子の、なんかこの丸まってるやつは特段辛いとマスター言ってるんですけど、さあ、その実力やいかに、まずこの、あー、こぶした。でこのイエロー唐辛子弾ける前にいただきたいと思います。だってちょっとずつしかかじれないからね、これね。これボリボリ食べられるのはね、そういまいまいけないか、そういう変態の人に感じですけど、ちょっとずついただきましょう。おお、辛い。あ、それが美味しい。あ、でも甘い。マスター、これめちゃめちゃ甘いっすよ。糖分高い。甘い。あ、でも辛みも高い。めちゃめちゃ甘いっす。さ
さすがですね、天体なんで気にしないでください。でももともと唐辛子って糖度15度とか20度とかあるんだよ。辛いからみんなそれ気がつかないだけで、これでも甘いですね。本当に。いやいや甘いは甘い、本当。久々に肉厚の唐辛子で甘み感じましたね。辛いんだけどね。予約？うん。じゃあ最初こっちを座ってっか。はい。オッケー。捨てたと思いますけど。え？捨てたと思うんですけど。あれだったそれ。入れ替わりがうまくいかなくて、とりあえずあの変な人の隣で申し訳ないです。申し訳ないです。はい。じゃあちょっとアスパラいただいてみましょうか。いや、もっと変な人なんですよ。なるほど。まあマスターが一番変な人ですからね。あ、そうですか。うん、ドリンクは？さあ、じゃあこのアスパラいただきましょう。特製ハイボール。はい。辛い。めちゃめちゃうまい。マスターこのアスパラガスうまいです。それしかないんだ。なるほど。もう味わいました。めっちゃ本当にバンバンのビデで、はい、全然取れねえなと思ってたら、お、これもしかして食えんじゃねえって。なるほどなるほど。これ取ってきたやつなんで。そうです。なんかあの中がみっしりって感じはないんですけど、むしろ外が香ばしく焼いて美味しく食べました今。そうですね。そして。だんだんイエローの辛みが口に回ってきました。ええさっき甘いって言ったね。辛はい、ということで塩ホルモンで缶は油で洗い流そうってやつかな。つなぎも把握できないですよ。あ、いいですよ。え、一人前ずつでいいの？はい、小袋つなぎの一人前ずつ。はい、これもピーマン。ほとばしるジュースうまい。あーピーマン幸せだね。ちなみにピーマンってフランス語で唐辛子でピメンって言うんだけど、そっから来てんだよ。どうでもいいんだその顔しろ。さあじゃあ、この北海道のジャガバター焼けばバターの味ですよね。1日300円払うよ。これね、正直に告白するとこれ母と2人で20年近く前に旅行した時にこれ食べてるんだよ現地で。美味しいんだよ、本当に染みてんだよ。謎だよ、どうやればこういう風にバター染みんのかってのは意味わかんないですけど美味しいです。さあ本日変化球で鶏ハラミタレを頼みましたね。もう出さない、はい、はい、どうするんですか、あれ、ね、こないってあのこれ固まって見えますけど、これ、ね、伸ばすとねもう伸びるんだよ。やばいじゃないですか、ね、5ミリぐらいだ、ね、大橋君だって今日どこにも出て歩いてねえんでしょ。まあ、ホストルに足をつまってたね。なんかね、もうマスターがまたね、またなんか乗せてきたよってか、もうとっておきのような顔をしてね、なんかね、こう乗せてくんだけど、これもう美味しそうな、これ何ですか？それとは別にね、ちゃんとね、この鶏ハラミのタレを食べるんだ。ちゃんとね、これで焼けてるんだよ。やりたいね。お、うまい。まあ、マスター曰くね、まあ、この値段で仕入れてこれ出せるって研修生でしょっていうね、そうですね、っていうところも含めて味わうんだ、美味しいな。これは何なんだっていう疑問は一切解消されとらんから、それが八丁です。はい、またあの再びね、あのカウンターの同席の方がひっくり返してくださる人、またありがとうございます。これそろそろいただこうかと思います。まあもう十分ね、表面焼けてるなっていう感じなんですけど、おおおおジュース、ジュース、魚でジュースって言わないと思うけどジュースだから、いただきましょう。そしてね、これをいただいて美味しいって言ってもマスターは一切これは何だか教えてくれない。
ひぐちゃん分かったら聞いてください。もう山奥で育ってんだから。え、これでも分かるよね。いやいや、これ何ここに一緒でもいい。すいません、すいません。はい、お願いします。これね、タラをうまくしたような味わいなんだよな。お、相変わらずね、さすがだな。ね、何も分かってないけど、さすがだなってマスターが言うときは大体外れてる。やっぱり、いや、俺が分かんねえんだったら分かるけどさ、分かんない。誰かと隣だったんだ。骨ね、骨が自分の胸で固まってますわ。国見温泉に行ってきたとか行ってくるやつだよね。あ、やばい、本当にうまい。なさなんだこれは。はい、というわけで、42度、43度だね。はい、はい、というわけで、はい、高藤旅館さんにタクシーで戻ってきました。久しぶりだね。あの、八丁からタクシーで戻るの久しぶりですけど、あの、八丁から高藤さんまで1250円で済みましたね。ということで、あの、九人門限厳守っていうか、門限というか鍵がかかるんだね。ということなので、タワーイコジラで、今43度ですね。あの、夕方のように戻ってますって感じですかね。はい。酔っ払ってるんで、あんまり自分も、ね、高く感じないっていうのもあるんですけど、メンタですね。幼衆。あの、羽のね、奥まで来る幼衆。パス、ビカナケかな。そうなんだよね。で、普通に書いてるとね、幼衆しか感じないと思うんですけど。で、この爽やかは何かっていうことを考えると、これもカナケなんで、ね、そんな感じです。いやー、いい湯ですね。いや、で、こう、あの、完全マイスですね。あの、ちょっと20足分とか20人分以上だった。あの、スリッパ完全になくなってたんで、あの、本当にガチマジですね。てか、この明日飛ばれるのかな、あの、体力してもっていうのを思いますけどね。まあ、それはそれ。今日は今日、明日は明日の風が吹くんだよ。というわけで本日、おやすみのそういう星。温泉高藤旅館貸切風呂からおはようございます。台風、風はかなり吹いてますけど、雨はほとんどないですね。ということです。さあ、昨晩は何時から寝たんだろう。結構9時に帰ってきて、パタン休だったから、もう8時間も寝てるのかとなりますね。はい、ということでございます。6時前ですかね。はい、というわけで、入ってまいりましょう。あー、結構暑いな。あ、ちゃ、これはちょっとたまらんレベルの朝だけど、まかまかでしたね。よいしょ。そこまで抜いてるな。そこまで平気圧でした。あー、うわぁ、うわぁ、44になるね。よし、頑張って入りましょう。あー、はい、洗い場洪水でーす。ね、注ぎお湯になってますけど、はい、いやー、これ男子風呂もこんなもんなんですかね。44度だな。変わんないの使ってもね。はい、
はい、優秀すごい。はい、まあ優秀ですから今日同じ。いてやがっちゃってさ。ああ、今手のひら入れたら熱かった。はい、出しましょう。いちちち、いや表面が特に熱いのこれ。いやきつい。ああ、うお。いい変な声が出るけど、いい湯ですね。はい。あと60分ぐらい。これちょっと熱いわ。頭洗うのもちょっと無理だろうね。はい、ということで。さあ、本日の予定ですけどもね、まあ、もう陸東線全部で運休に決まってまして、仙台から南は動いてるということなんでね、まあ、もう朝のバスしかないね。高速バス乗るしかないと思ってます。そうすれば、まあ、仙台から18切符で帰れるかなというね、感じで。残念ながら、川旅温泉のカレー屋さん、残念ながら今回も食べられなかったかな。ちょっと、あれですね。来月来たいですね。はい、ということにしましょうか。来月も来れんのかな。まあいいや。はい。あちちちち。さあ、高藤さんね、一泊、自炊で5000円ぐらいなんですけど、ね、レボ費が加算されるんで5000超えるのかな。はい、まあ5000ぐらいです。で、なんと、実はですね、このご飯と味噌汁がですね、朝晩出るんですね。で、昨晩は八丁行ったんでお断りさせていただきましてね、朝ごはんいただきますということで。オープン。おー、キラキラツヤツヤー。こちらもオープン。お、取れない。取れない。よし。テカテカの味噌汁ですね。はい。いただきましょう。はい。まずお味噌汁。これは具は豆腐かな？いや、違う。これは何だっけ？あ、これは、ネバネバするやつ。とろろ昆布か。とろろ昆布。ね。おぼろ昆布かもしれない。ご飯いただきましょう。わー、もっちり、もっちり。うん。めっちゃ柔らかめなだけで米沢好みです。うまい。わー、美味しい。串溶けするわ。あっという間に平らげちゃいましたね。あー、大変美味しかったです。ごちそうさまでした。終わった後はね、旅館に出しておくということでございます。はい、というわけで婦人風呂、婦人風化しましたので回してます。ただいまね、こちら41度ないですね。だいぶ、ぬるい。もうね、ほんのわずかしか投入されてないですね、いうことになります。向こうはね、左側が41度、右側が43度弱ぐらいにしてます。はい。さあ、というわけで、こちらでじっくり使って、いきましょう。今回のラスト入浴になるかどうかは、神の味噌汁です。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ただいま、陸東線、本日全日便運休決まってますので、10時過ぎのね、仙台鳴子線の高速バスが、に乗れれば、仙台から南は動いているので帰れますし、乗れなければ延泊です。チャンネル登録よろしくお願いします。